日向坂46の斉藤京子が6日、公式ブログを更新。5日にグループ卒業を発表した高本彩花との2ショットを公開し、反響が続々と寄せられている。日向坂46斉藤京子、坂本彩花との2ショット公開この日、絶対にこの手を離したりしない、というタイトルでブログを更新した斉藤は、7年前のこのセリフみんな覚えてるかな、と綴り、坂本との2ショットを複数投稿。絶対にこの手を離したりしないは、欅坂46、ひらがな欅、時代に出演したテレビ東京系ドラマ、リ・マインド、2017、内で二人が交わしたセリフ。斉藤は欅坂46時代の写真と日向坂46時代の写真を合わせて投稿し、すっと一緒。大好き、ありがとう、と高本へ感謝を伝えた。ヒョンアヤ、2ショット公開に反響続々ともにグループ卒業を発表している2人の2ショット公開に、ファンからは、ヒョンアヤは永遠、タイトル泣ける、エモすぎる、老期の絆が伝わってくる、卒業寂しい、など反響が続々と寄せられている。